アイドルデスゲーム TV は、ウィッチクラフトが開発し、D3 パブリッシャーより2016年10月20日に発売された、プレイステーションビータ用ゲームソフト。公式サイトでは、アイデス TV の故障も用いられている。D3 パブリッシャーのニューアイドルプロジェクトとして発表された。文字通り生死をかけたアイドルたちのセンター争いが描かれる。アイドルグループ。 プロジェクト47のメンバーによるセンター争いイベント、ドリーム・オブ・ドリーム。すでに過去に9回開催されていたが、10回の節目となる今回は、あまりにも違いすぎていた。異様な流れの中、洋館で開催される。始まったセンター争い、勝者にはセンターの座が手に入るが、敗者に待つのは死であった。物語はまず、茅ヶ崎千春の視点から描かれ、 6人のアイドルから見た物語と DOD の真相に迫る DOD 編からなるアイドルたちのデスデイム。センター券を手に入れるのは誰か、今死闘が始まる。本作では、下記のアイドルから一人を主人公として選ぶ。ただし、初プレイでは、茅ヶ崎千春編しか選べず、彼女でクリアすると、他のアイドルを主人公にしたプレイが解禁される。また、キャラごとに、 相手からどう思われているかの好感度の初期値が大きく違い、誰と仲が良いか悪いかが細かく設定されている。プロジェクト47の関東出身メンバーによるチーム。プロジェクト47の関西出身メンバーによるチーム。プロジェクト47の九州出身メンバーによるチーム。プロジェクト47の北海道、東北出身メンバーによるチーム。ありがとうございます。